風がもうすごい。おはようございます。本日は快晴です。めっちゃ綺麗、アジサイ。風がすごくてタープ解体。自分がね。タープ持ったら飛べるかも。うん。どうしようもないよね。タープを解体しておりますが、こちらでは炊飯を始めます。ご飯作り開始です。すごいね、風。あ、倒れた。無理なんだけど。倒しておけばいいんじゃない、あれ。別にだって使わないでしょ。もう今日来た人いいなって思一瞬思ったんだけど、うん、今日のが最悪じゃない、風で。これだったら曇ってて昨日の風あんまりない方がいい。うん、卵入れたんですけど、全く白くなりません、ね。ご飯が炊き上がりました。あち。あち。ご飯が炊きました。いや、本当は寂しいです。風がもうすごい強くて、タープ飛ばされそうだったんで、タープ畳んだりとかしてたら、朝ごはんがこんな時間、10時です。ということで、もう腹ペコなのでご飯大盛りです。出発ですよ。楽しかったです。いや、すごい景色。さよなら、おじさん、ありがとう。もとっぱら、いただきますよ。最後はゴミを捨てて帰ります。はい、ゴミ捨て完了しました。出発します。お世話になりました。楽しかった。ありがとう。さようなら。さようなら。すごいね、テントがこんないっぱい。こちら到着です。はい、到着しました。こちらからミニです。草大福買う？餅4個ずつでしか買えないの。うのし餅、きなこ餅、あんころ餅。じゃあ食堂か。うん、そんなにお腹は空いてないんだよ。うん、さっき爆食いしたからさ。ほら、草大福。これじゃない、草大福。どこに？ん、まあ、草大福、こんなやつ。うん、リアル的なもん。あ、これだった。これか、うん、これはもうがっつりお土産屋さんだね。うん、素材服ってあれしかないの。どうする、どれか。なんかさ、思ってたのと違う。思ってたのと違う。じゃあいっか。なんかここでさ、うん、ついて作ってるとかそういうんじゃないんだね。出発します。出発します。餅屋さん、ありがとうございました。餅屋さん、超景色いいよ。バッチリ富士山。これを見ながらさ、うん、食事するのかね、団体の人とか ね、ここは団体用の食堂って感じ。うん、ちょうど見えるもんね。うん、
トクリームがいいな。ソフトクリームが食べたいよ。到着しました。赤いの牧場。あ、馬いた。あ、ここもすごい景色。ここすごい、おじさんの景色がすごい。中へ向かうぞ。おお、ま、すごいでかい。結構でかい。馬馬馬馬馬まで振り向かね。ご飯の ソフトはどこや。ソフトは一回ソフトはどこ。あ、大間さん、ここから乗れる。乗れんだ、うん、そうだね、マルチ。こう行ってみる。うん、野菜とか売ってる。まあ、買うで。かわいい。めっちゃいる。かわいい。仕分け。なんかトッピングできるよ。ソーストッピング。トッピング？うん、あ、本当だ。ソース。ストロベリー。嬉しいかな。普通にソフトでいいや。コーン。うん。カップコーンっていうのもある。あ、本当だ。カップコーン。カップコーンにしようかな。コーンソフトとカップコーン一つずつ来ました。カップコーン、はい、すみません。いただきます。よいしょ。いただきます。いただきます。なんかさ、オラッチェのやつはさ、ちょっとさ、チーズっぽいけど、ここなんか牛乳っぽくない。うん、本当だ。でもすごい美味しい。うん、おいしい。うん、おいしい。乳脂肪分が多いから多いけど。中井の牧場さん、ありがとうございました。ありがとうございました。かしこまりました。見て、すごい富士山。若干雲かかっちゃってます。さあ、じゃあ行きますよ。こっちはなんか世界遺産センターのやつなんだね。すごい。てて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 てみたいな。自分の上を歩ける体質の人も次回より来てますね。え、あのだからトラックさ、あれだよ、新車だよ、これやるってこと。一番最初にさ、買ったセレナの時にさ、東伏見稲荷神社でやってもらった。すごい、なんか一直線。
フライトの先にもあったよね、こういうのやつ。すごい、ここ流されちゃいそう。うわ、怖い。超怖いよ。富士山本宮浅間大社さん、ありがとうございます。ではこれで今回の旅は終了ということになります。楽しかったね。それではヒロに着こうと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画が好きでご覧いただいた方とチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。